六甲山の千人さん、こんばんは。というわけでランキング読んでいこうと思います。終わるに向けてる。めっちゃおもろい。玉ねぎさん、だるまさん100個ナイス。せーの、だるまさんがコロンダウンナイス。ありがとうございます。とりあえず白米嫌いということは分かった。白米嫌いはな、結構有名やねんな皆さん。え、ルカチの舞台にスタンプカードある、何それ。玉ねぎさん姫ナイス、ありがとうございます。なになに、そんなんあるん。全通するとなんかもらえるん、何それ、そんなんあるの、面白いね、すげえ。なんかもうさ、今さ全部のなんかもうやる気というやる気がもうなんかもう一個のことに集中してたからか知らんけどさ、もうそぎ落とされていってさ、もうお洋服畳むことさえできひんねんけど。あ、今大阪です、六甲山の仙人さん。フライトレーダーでイタリアの首都首相の飛行機を追ってます。元気さん、悪いことしたらあかんで、ね、ストーカーやん。え、部屋の気温31度、予防あちちやな、それは。メスネでありがとう、大丈夫。多分今日早起きしたからかな。その後キックボクシング行って頑張ったし、千秋楽前にリハーサルとか見れるんやって、すげえすげえ面白い。広島空港に着陸よ、追い求めて。途中で亡くなったとかなったら危ないからな、ちゃんとね、ボディーガード的にね。なにわのカレー屋でおすすめ屋店あるって。えー、逆に皆さんあります？私なにわでカレー食べたことない。ラーメン、つけ麺、スペイン料理屋さん、ピザ、たこ焼き、肉まん、お寿司、ハンバーグとかしか食べてない。カレー食べてない。みゆちゃん、みゆきさん、こんばんは。ゆき、何このデザイン、急に。あれ、これ前からオンで、このデザイン。あさって広島駅通過します。通過なの、暑すぎて今日サンダルデビュー、最高じゃん。ゆうやくん、ジョナさん、こんばんは。カレーなるカレー、小指打った、痛い、死ぬかと思った。え、なんかね、え、でもね、3日前2日前とかやんな。どうみたいな、ウェーってやって、じゃあ300、え、400日おめでとうってやってすぐこれやった、なんか感じやった気がする。ちゃうかな、見たかった。ずっとシャワーさんだらです。僕は大丈夫、大丈夫。ギリギリいける。ああ、松屋は最強のうどん屋。品川で休校のうち待って遅刻してしまった。あ、あそこややこしいよね。そうなのよ。あの、全然知らない町に連れて行かれてしまう、降りれないよってなるっていう、結構あるあるなんで。タボーラン、今さゴールデンウィークやったからゴールデンっていうの分かってんけど、今回はなんでこんな、なんかあの何あれなんだっけ、あのポットこすったら出てくるアラジン、なんでアラジン風なんかなみたいな。ゆうさん、こんばんは。阪神6連勝、いや本当にすごいですよね、すごい、本当にすごい。あとはいろいろ総合総理
そう、乗り換え必要が大変。そう、同じ車線っていうの、同じところから乗っていてもなぜか違うところに運ばれていたりするみたいなとかある。私がアラジン。みかん暑すぎて靴下履いてられん？シューを刺さって甲子園行きましょうって 前も言ってた、教訓。いい舞台やった。本当？いいな、いいな、最高じゃん。見に行ったんですね。エアコンのフィルターめっちゃ汚れした。え、どうしよう、私もいずれ JR と何回のいないか。え、どういうこと？やばい。やばい。か、エミカミエ。いくちゃんは楽しんでるね。打った小指めっちゃ痛い。だから何回の手に入って何回の駅に行くらしい。何それ、聞いたことないんだけど。森永のマミーうますぎるって。マミーってアイス？茶は飲み物でしたっけ？飲み物？乳酸菌系の飲み物？ブーさんこんばんは。食べたいみかん。はい、なんだい？いくちゃん隠れてる。隠れてるぞ。ピルクル的な。あー、ちょっと甘いんだっけ？ね。だから、神田美香が 救急車デビューする。やばいやろ、それでデビュー。いくちゃん、チラリー。チラチラーン。いた、マジで。小指劇だ。痛かった。なんとかでも、なんとか来てます。救急車乗ってなんて、ほらもうなんか思ってました。 ロスに行く時に。え、お仕事何？ゆくちゃん楽しんでるじゃん。乗ってないんでご安心ください。乗ってない日は捕まる。危ない危ない。いやー、本当にもう嫌になっちゃうよ。箱の中身はハーコだよ。6月に北海道、それから長袖に切り替えていけない。え、そうなんや。そっかそっか、まあ確かに絶妙な季節ではあるもんね、多分ね。微妙に寒いし微妙に暑いし、で北海道行ったら寒くなるもんね。え、音、嘘やん、電波悪い？マジで？ちょっと待ってな。今 Wi-Fi 取ってみたけどどうやろ。じゃ大丈夫、心配だよ。準備ファイル、ありがとう、頑張ります。電池切る。さっきからコメントが神々です。すいません、神々しいから
光ってるキラキラ。チョキもシャミ君もなかった。北海道は20度前後、まあまあ寒い。治った？よしよかったよかったよかった。くるくるよく出てた。ライブの無料チケット？え、すごい、そんなん当たんの？めっちゃすごいやん、そんなん。ピエー NTT にも OK わー言ってるわ。私は無理する、私は無理して投げますって。無理しないで。マチさん100回目の方もありがとうございますね。うん、頑張っていきたいと思います。頑張ります。誰かの大きな会場のライブは行くのって。え、何、誰ですか？誰誰？ライブとか行きたいな。さやかさんのライブ？同じは無理しません。大事。チキンタツタ？あ、待って、忘れてた。忘れてた。チキンタツタツタ。忘れてた。チキンタツタ食べないとあかんかった。チキンタツタ、食べた？みんな、ゆず香るやつ。今日よく噛む、噛み噛みいくちゃん。坊ちゃんのライブ行きたい、マジで。ちんちゃんいらっしゃい。かのちゃんの独演会、6時まだ？明日待ってて。え、おっくんいいですね、めちゃくちゃライブ。大きな会場で単独ライブやってないね。だってなぬぬなぬぬぬ、なぬぬぬ、西江口の管理ありがとうございます。味が濃くてもういいや、感想。え、そんな濃かったの？やめに疲れた。お疲れ、しんちゃん。2週5時間で友達さん、ありがとう。私も今日疲れた。なんか海外アーティストみたいになってる。本当に元気さん。うん。よーし。よし頑張るぞ。あ、ゆうやくんもお疲れ様。みんなお疲れ様やな、今日はな。頑張ったな。もう週中日やもんな。人間は疲れる曜日やな。みけに毎月の1000円がかけられました。ありがとうございます、ただゆきさん。嬉しい、ありがとね、本当に。1000円の寄付、確かに疲れた。マジソンスクエアガーデンでライブやもんなって。どこやったっけそれ。あ、始まってた。でももう終わっちゃう。一回ご飯たつ、え、ご飯チキンたつとマジ食べたかった。金曜日星座なん、しんちゃん。人間じゃなくても疲れてあります。犬でも、うちの犬も疲れてたわ。
スタバのストロベリーフラペチーノ飲んでないけど、モスのいちごシェイク飲んできたって。モスのいちごシェイク、スシローのキャラメルシェイク飲んだ私前お化けに雪ね。私の配信見ると回復すんの嬉しい。それならいっぱい配信します。マジスカ学園なら知ってる。マジスカ、なんかちっちゃい通販って持ってるやんちっちゃい通販って持ってるやん。よいしょ。人間卒業します。ただゆきさんは人間だよ、うん、誕生日会で星座やばいな。だから膝悪い人は正座しちゃダメなのよ。どの時もどのような時も。アントニオさんいる？この画像にいないよ。ほぼジャムなんや。スタバのストロベリー飲まんでいいや悩んでてん。ダイエット回復するからどんなにきつい日でもこちらに来るのよ。だって本当回復をお届けします回復をお届けします。ほな一旦配信終わります。また後で戻ってくるわ皆さん。あ、元気さんもやったかね。星座テーピングバチバチで帰ってきたけど、うんうんうん、無理しやんといてな本当に。しんちゃん頭そんなことない。ただいきさん頭かしこさんだから、いっぱい働いて疲れたな。疲れが回復するんだ、いいなイエス回復するよ。スペインの男性で多い名前でしょ。アントニオさん、アントニオ、アントニオ友達にもおらんけどな。でもこれスペインじゃなくてイタリアやねんな。ちなみに何時ぐらいですか。あ、また後で。後ではね、何時やろな、やろな、11時半ぐらいにできたらいいな。うん、でも無理せずに皆さんも、私も無理しないようにします。ありがとう。ほなまたね。ランキング見ます。いきます。13位ターボ、12位ともちさん、11位フレッシュみよりさん、10位ゆさいやさん、9位みちゃさん、8位なべちゃん、7位たますちゃん、6位きむらさん、5位、ソロニエベさん、4位しんちゃん、3位ろこやまのせにさん、2位隊長、そして1位は玉ねぎさんでした。ありがとうございました。がっつり寝ないと疲れ取れない。それだな、私今日がっつり寝てないからだな。みんながっつり寝よ。ほんならね、みんなバイバーイ。ありがとう。毎度毎度。